こんにちは、シュウです。今回はネタ切れなんでドラゴンラッシュやっていこうかなと思います。私動画でね、マルチの動画出すと毎回ね、ネタ切れだろうって言われるんだよ。なんだけど、それに対してね、一つ言いたいことがある。ネタ切れです。てか誰も入ってこない。あ、入ってきた。でこれ今やってる人口すごい少ないだろうね、このドラゴンラッシュ。だってもう人数がほとんどいないと思う。全国で10人ぐらいしかいないんじゃないかな。いや、いいね。10分の3でいきます。水欠損か。とりあえず、闇だけ処理しとこうか。多分この領地私どんな頑張っても倒せないと思うんで、闇だけ処理して次の人につなげよう。いいね。これこそマルチだよね。はい。で、今回私のポイントこれだね。上杉謙信。これがスキル3つ持ちなんだよ。いや、なんだこれ、すげえパーティーだな。スキル3つ持ちで、15ターンでダメージ吸収向こう打てちゃうんだよ。なんでこの3人マルチだと結構このスキブ問題みたいなのあるじゃないですか。なんでそれをね、対応できてると思う。いや、いいね。これ何回かやってみたんだけど、セイバーだとね、割と火力足りないんだよ。なんで意外とマルチの人頼みになりそうな気がする。いや、やべえな。7万7000の先生、黒猫ヤマト、結局レッドソニア。お、いいね、こういうの好き。お、すごい。1234567891011121314151617181920。列ガチ勢だね。なんで列ガチ勢なのにコナン君入ってないんだろう。そこだけがよくわかんないけど、なんでコナン君入れてないんだろう。私こういうパーティー好き。こういうネタではないけど、なんかこだわり持ってるじゃん。いや、こういうの激アツだよね。ただコナン君入ってないのはよくわかんない。いきます。いや、回復ねえのか。落とします。ちょっと待って、パズル壊滅級だな。いいんじゃない。そこ1点待ちに回復来てくれたら嬉しい。次先生で死ぬかな私。どうだろう。いや、マルチやってみてわかるけど、超覚醒の大切さってすごいよね。マルチだと発動しないじゃないですか。なんでやっぱ超覚醒ってすげえなと思った。で、昨日私ね、パズドラの大会についてちょっと話したんだよ。パズドラの大会が、優勝が300万ですよ。で、モンストが3000万ですよって。やっぱモンストすげえなっていう話をしたんだよね。そしたらコメントで、シャドーバースは1億円以上ありますよって言われて。え、嘘でしょって思って。で、調べたら本当にシャドーバースの大会っていうのがあるんだけど、優勝初期が1億4000万とかだったかな。1億超えなんだよね。やばくない？いや、どっかしかないか。おお！これ大丈夫？黒猫ヤマトの人。いや、いいね、激アツリアね。お、これあれじゃない？近藤つくんじゃない？コンボドロップ。つくんないー。すげえ、私テンション高いね、今日。いけかー。これ、光闇以外吸収なんだよ。どうしよう。ちょっと、回復しようか。若干耐久します。多分やられることないんじゃないかな。全力で回復すればやられるかな。一回ちょっとダメージ量見ようか。あとね、今日パズルが壊滅級なんだよね。はい、これやられるわ私。あ、この子ちなみに発狂ないと思う。発狂ないんですよ。この吸収あるターンは発狂ない。ただ吸収切れたタイミングでもしかしたら発狂あるかもしれない。なんで全然全力コンボして大丈夫だと思う。なんか今回の人さ、この人も触れてなかったけど、ミスターアーメン？アーメン？なんかパーティーのこだわりすごくない？いや、いいよね。こういうの私好きよ。こういうこだわりの多いパーティー。どうだろう？これ回復間に合うかな？いや、これワンチャンやばいんじゃない？回復。いけ！やばい！いや、この人と行きたかったな。いや、結構このパーティー好きだった私。いや、すごいよね。そのシャドバの大会。シャドバ1億。モンスト3000万。パズドラ !300万。いや、300万も多いんだけどね。いや、多いんだけど、他のに比べると、すごい少ない。いや、少なくはないけど、何、言いたいことわかります？いや、この人すごいね。なんかめっちゃオシャレ。ただ、なんで江戸入れてないんだろうね。江戸川コナン。あ、そう、私ね、前、江戸で強いモンスターってあんまいないなっていう話をしたんだよ。江戸川コナンくん、エドワード・リリック。じゃ、これ以外にあんまいいキャラいないねって言おうと思ったんで、江戸つくキャラで。そしたらコメントで、エドワード・ニューゲートいるじゃんみたいな。ああ、確かにと思って。
エドワード・ニューゲートってあのワンピースの白きひげの本名っていうのかな、なんかそんな感じ。いやなんでワンピースコラボでエドワード・ニューゲート来たらもう江戸復帰あるよね。それか元号コラボ。いやこれ属性確か変わるよね。いやいいよ、1、2、3、4、5、6。いやダメか、ワンチャン無効貫通で私倒せてもいいなと思ったんだけど。いや黒猫ヤマタさんと勝ちたいな。結局レッソに、ほらもういくつものパーティーを回、あロック解除してくれんじゃない、いくつものパーティーを回ってきて結局レッソになるんですよ。無効貫通の色あるかな、 1、2、3、4、5、6。 さっきからちょっと惜しいんだよね。あ変わっちゃったか、属性変われ属性変われ。いやまあまあまあ火だったらベラボー嬉しかったけど、いやここは私の見せ場いきます。闇だけ消すとね、闇だけ消すと、ただねマルチだからね、あのセイバーの超覚醒無効貫通1個分ないんだよ。いきます。難しいな、ただここでちょっとヒーローになりたいです。組みます。いやいいね、ちょうど色の量も完璧。これ2面にしといた方がいいのかな、誰か2面持ってる、持ってない。いやいけいけ、かあ。でも今7コンボ出ても多分そんな削ってないだろうね。いや強いねやっぱこいつら、このダメージ無効系。そうこれのさ無効貫通じゃない時の運要素やばいよね。お大丈夫、やはり惜しいね、あと1個あれば列にできたのに、惜しいね、倒せないんじゃないかなそれだと。このパーティー列すごいもんね。いやまあまあ惜しかったね、あと1個列あればすげえ別だったと思うけど。ロックマンか、おーっとまた色が少ない。これ何スキル、いやエンハンスか、いやエンハンスあっても、いや無理なんじゃないかな列ないと。さっきからソニアが若干下手くそなんだよね。お願い、なんだその毒消さないギミック。いやいい激アツ、いやでもきついねこっから。いやーゼウス、あでもこれエンハンス生かせていけばいいんじゃない。えこれ私のとこにもエンハンスって対象になるんですかね、なんないのかな。これオプション見るよ、状況確認か。 8.5 倍、これ毒変換しちゃっていいよね。いやいい、いきます。まあ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 悪くないんじゃないこれで、いけるかな、押し込む。いやいいね、7コンボ入った。いやいいね、今回ヤマトさんにすごい助けられた。やっぱり佐川よりヤマトですよ。2戦目いきます。闇吸収は多分問題なくいけんじゃないかな、普通に殴りに行くよ。いやでも久しぶりにマルチやるとやっぱ楽しいねマルチ。なんかさっきみたいなさあ、これずれてるね左下、まあいいか。個性的なパーティー、いやああいうパーティーすごい好き私、自分はしないけど見てる分にはすごい好き。オッケー、あで銀さん、いや銀さんも実際めっちゃ強いよね。銀さんの必殺技発動、銀さんいいよね。ま、マグ監修か、いやわかんねえ、マグ監修なんだろう、人なのかな、いやなんだろう、アニメのキャラクターなのかな、わかんないね、どっちなんだろう、なんかの多分なんかなんだろうね。いけるこれ、いけないんじゃない、まあ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 。皆さんマグ監修なんかのアニメのキャラクターかなと思って調べたんだよ。何のキャラクターかというとパズドラのキャラでした。パズドラにマグ監修ってキャラいたわ。すごい今調べてたんだよね。いやごめんなさい、私パズドラかよ、いやパズドラかよって思っちゃったわ、マグ監修。いやもうみんな調べて、なんか言葉で説明するづらいわこいつ、なんていうか。 OK ありがとうマグ監修さん。すごいマニアックだな、いや今回ちょっとマニアック、うわーこいつは強すぎる。じゃあ私覚醒無効あるけど、こいつは正直強すぎる。さあオワオワリさん来ました。いやーそうだね、だこの後がきついんだよね、この毒の目覚め。これ闇の石セットで倒せるかな、意外とね硬いんだよねこの人。エイルじゃなくてなんだっけ、リンシア、ワンチャン倒せないんじゃないかなと思ってる。
やー、やっぱ目覚めてるね。まあ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 、全然 OK。 いや、次は私で落とそう。ただ落とせるかな。お、すごい欠損してるように見えて全部欠損してない。一応毒の追撃しておきます。毒の追撃入れといて、うん、いやマルチやっぱ楽しいな本当に。全然やんないけど全然やんないけど、たまにやると楽しい。やばい、回復半分いって、いやー、オッケーオッケー、いいねいいねいいね、素敵。あぶねえ、あぶねえ、いいよ。いや、マグ監視パズドラのキャラだと思わなかったわ。いや、予想外だったな。結構パズドラってさ、ガチャゲンとか割と私覚えてんだけど、そのガチャゲンじゃないモンスターとか割とね、名前知らないキャラ多い。いや、まさにマグ監視とかそうだよね。このガチャゲン、お、この人もしかしたらレッツタイプ。いける？いけるね、こいつは柔らかい。さあ、ドラゴン戦。まあ、ドラゴン戦来てから私の見せ場みたいなとこあるもんね。誰か威圧持ってない都合いい威圧いないかな。威圧で5ターンチューンしてくんない、誰か。誰か威圧持ってない。いや、持ってねえよね。ここ属性的には私にパスでいいと思うけど、まあ、ナイスボタンは押さないけど。いや、私が多分一番倒しやすい。あ、でもすごい。闇の量が割といい、すごいいい量。硬いんだよね確かこいつら。いける？いや本当にこれ溜め欲しくない？本当にこの向こうの強い敵、ミリ残しワンパンがもう鉄板すぎてさ、なんか一回ぐらい欲しいよね、そういう行くわよみたいな。あ、でもこれいったんじゃない？おしまい、来ないか。あ、これ大丈夫だったはず。半分切ったら一回行動するパターンがあったはず。なんだ、闇か。どうしよう。とりあえずこれ使います。一応3色はあるんだよね。いや、パスした方がいいかな。いや、どうしよう、これパスしていい？この人向こうある？ダメ、あれ。いや、銀さんが持ってるねこれ。いや、そうだね、3色でいくより。この人さっきから列にこだわるけど、あ、そうか。いや、でも列にしなくていいんじゃないかな。あのリーダースキルで何個消しっていうのがあったと思うけど、9個つなげてたしね。 OK、 何でもいいよ。いや、ここ結構属性的に闇メタの人に頑張ってほしいね。結構私たちじゃ厳しいんじゃないかな。あ、でもあれか、闇消せないのか。それはしょうがない。いや、しょうがないね、これはしょうがない。ありがとうございます。せめてもの毒消し、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、きついね、これ。どうすればいいんだろう。とりあえず、次の人、回復呼ぼうか。回復してほしいんで、全力で回復呼びます。なんで、こう消しちゃおうか。はい。まあ、ヨグで HP 割合でもいいね、正直。いや、これ、ヨグで回復しないとやられんじゃない。いや、もうワンパンするかされるかだよね、これだと。いや、これ耐えれんのか、多分耐えれなかった気がするんだよね。いけ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 、こー